前回のあらすじ、マスオさんが仲間になった、フグタケが揃った。はい、どうもこんにちは、チャイと申します。モテヤマ市からポケットモンスターエメラルド実況プレイ、第6話の方を始めていきたいと思います。はい、じゃあね、じゃあ今回は、プロターンのね、ジムに挑んでいきたいと思います。前回言った通り、マスオさんのね、サザエさんとタラちゃんもちょっとだけですけど、レベルアップさせてきました。15レベですね。15レベになったはいいんだけどね、まだこれしか技ないんですよね。だからちょっと経験値稼ぎでしかないんですよね、多分今回はマスオさん。21レベになるとですね、翼で打つ覚えて、それでね一気に戦力が高くなるんですけどね。21とか気が遠くなりますね。おっと、いやー、三つ具はいいよ、もういいよ。なんて言えばいいかな、ムックルとかだとね、13レベルとかでね、もうすでに、翼列とか覚えてくれるんですけどね、ズバッとは割と遅めなんですよね。ジムに入ったんですけど、これ暗いんですよね。激流超やチャンピオン目指すチャリー、ムルダウン自分のリーダー、トーキは格闘タイプのポケモン使えてだ。ノーマルタイプで向かうと厳しい一撃を食らうから、気をつけた方がいいぞ。しかも、このジムの中は海の底みたいに暗いんだ。でも、トレーナーを一人倒すごとにだんだん明るくなっていくぞ。じゃあ決まってこうと、この人がね、説明してくれた通り、最初は本当にこんな風にね、本当に暗いんですよね。倒していくしかないんですよね。人をね。人っていうかトレーナーね。ここか。はい、じゃあ、早速一人目、格闘ガールかな、バトルガールか。忘れてた。おっ、これはアサナンか。念力使ってくるかな。アサナンはねエスパータイプだから唯一ね驚かすが効果抜群なんですよ。でもそれしか効かないか。あー、でもひるみがあるのはいいですね。何回もひるんでくれることを祈りながらやるしかないですね。あ、我慢か。じゃあ大丈夫だな。念力を使ってこないならマスオさんでも十分いきますね。よし、さあいきましょう。こんな風にちょっとずつですけど、明るくなるわけですね。2人目、ちょっとね長くなると思うんで、多分また倍速してると思います。はい、じゃあね、ジムリーダーの目の前にたどり着いたってことで、倒してる間にですね、ズバットがね、噛みつくを覚えてくれました。で、噛みつくは芝居の中で最大威力の60なのでね、便利ですね。ただね、特殊なんで特攻が低いズバットにとってはちょっときついかもしれないですね。
まあでもこの翼で撃つをね覚えないうちは今のところこれが強力な技となる感じですね。ひるませる効果もありますから、それを狙う感じでいきますか。で、あとの2匹はまあタラちゃんが散れび上がったぐらいですね。はい、じゃあジムリーダーに挑んでいきましょう。僕は無能ポケモンジムのリーダートーキ。この辺りの激しい波に揉まれ暗い洞窟で修行しているのさ。僕に挑戦しようという君の実力、どれほどのものか見させてもらうよ。はい、じゃあトーキと戦います。さあね、マスオさんにとってね初めてのジムなんですよね。いきなりジムリーダーなわけですよ、マスオさん。僕が初めてのジムリーダーだろ、やだな。というわけで、まあ、早速チェンジです。もうね、マスオさんはね、アサナンピンポイントですね。アサナンだったらゴーストタイプのね驚かせが効果抜群になるんで、それで狙っていくしかないですね。さあ二度蹴り、まあ、つつくがあるんですけど、タイプ1の二度蹴りの方がね威力が高いんですよね、実はね。つつくは35で、2倍で70なんですけど、二度蹴りは威力が30、30、60になって、さらに一撃ごとに 1.5 倍となるから45ずつで90となるわけです。だから結果的に二度蹴りの方が効果抜群であるつつくよりもタイプ1の方が高くなるってわけですね。さあ朝なんですね。朝なんて進化するとね、なんかあれっぽくないですか、アナゴさんっぽくないですかね。フグタク、今日一緒に酒飲まないかないか、やだやだやだ、行きたくないよ、驚かしてやる。フグタ君、僕に攻撃するとどういうことかね。そんなの関係ないでしょ、超音波。その2つの技持ってんのか。ああ超音波当ててくか、しかもビルドアップ。でも念力は持ってないクラグかな、これは。当たねー、当たんねー。ビルドアップしかしてこないから、これチャンスかな。特攻の技当ててけばこれはチャンス。そんな当たらないかな。野生でレベルアップした時はね、やたらと当たったんですけどね。55% なのは知ってるけどさ、そんなに当たらないもんかね。嘘やろ。おいおいおい、でもなんか使ってこないですね。ビルドアップしかしてこないな、この人。当たって、そろそろ当たろう。よしよし、あらかっくんじゃなかった、マスオくん。あ、それか、気合パンチか。じゃあ大丈夫だ、ずっと攻撃してれば OK ですね。よしよし、いいよいいよ。ビルドアップで攻撃力が高くなってるからね、自分攻撃した時のね威力も高くなっちゃうんですよね。それがまあなんて言いましょうかね、攻撃をね積んだ時のデメリットでもありますからね。まあ、薬使ってくるのはそれは読んでますよ。うん、 OK、 いいよ、これはいい流れじゃないですかね。流れいいと思いますよこれ。マスオさんが大活躍ですね。やあタラちゃん、僕に任せてよ的な感じで。パパが大活躍するよ。フグタ君、攻撃しないでくれ。フグタ君、フグタ君、先一緒に飲みに行こうよ。フグタ君、今日飲みに来たよ。フグタ君、フグタ君、そんな攻撃してくんなら僕が気合パンチを見せてあげるよ。やだよ、噛みついてやるよ。全く技を出せないとかやるな、フグタ君。もう一回僕に気合パンチをやらせてくれないかな。と言いたいとこだけど、ここで回復してやるさ。卑怯だよ、フグタ君じゃなかった、アナゴ君ですよ。卑怯だな、アナゴ君、回復してくるとはね。フグタ君、いつになったら僕に攻撃させてくれるの。もう一回気合パンチしてやろうか。攻撃するしか僕には道がないんだよ。僕にはいつになったら攻撃する出番があるんだろうか。おう、なあ、また攻撃できない。噛みつくしか、噛みつくしか、もう僕はやることがないんだよ。
フグタ君、僕が追い込んで何が楽しいんだ。フグタ君、今度こそ僕に攻撃をさせておくれ。タラちゃん、チャールちゃんやったよ。はい、やっとね倒せました。無駄な茶番ですね。さあ残りは幕の下、タラちゃんでいきますね。まあさっきのワンリッキーの時と同じようにね、二度蹴りの連発でいきましょうかね。まあ理論値っていうかね、まあさっきも言った通り二度蹴りの方が結果的に威力が高いので、あーそっか、当て身投げか。当て身投げは地味にね威力高いんですよね。なんて言えばいいかな、一回って技調節して、お結構急所に当たるね。絶対高校なんですけど、その代わり絶対技が当たるんですよね。だからどんなに影分身とかやっても威力が当たるっていうやつですね。威力じゃない技か。とか言ってる間に、はい、まああれですね、一戦目ほどは苦戦しなかったですね。予想してたより君はビッグウェーブ。わかった、このバッジを持ってきな。はい、じゃあね、二度蹴りの効果もあってですかね、まあ1回目のジムリーダーよりは楽にいけましたね。はい、じゃあナックルバッジ、ナックルバッジゲットだぜ。はい、ナックルバッジにはレベル30までのポケモンなら人からもらったポケモンでも素直にする効果がある。それに戦っていなくても秘伝技のフラッシュを使える。この技素晴らしい、よかった扱いな。はい、ということはこれはビルドアップですね。まあ1個目のジムの時も言いましたが、ジムリーダーがよく使う技が、もらえる技マシンの対象だったりすることが多いですね。はい、ビルドアップは、攻撃と防御がどっちも上がるっていう優れものなんですよね。おっと、ポケナビ登録、ですね、まあこれで、2つ目のジムリーダーは終了です。なんていうかな、マスオさんとね、アナゴさんのね、意味のないっていうか、地味に茶番ばっかりしてましたが、無事に勝利したというわけで、じゃあ次はカイナシティに行きます。これ収録してる時間は17分だけど、多分倍速してるからまだ15分にも満たないかな。じゃああと8分ぐらいは収録できるな。よいしょ、じゃあそしてカイナシティへ。やあ、よう、君のためならいつでも船を出そう。君が来たのはどこかな、カイナシティか。よっしゃ行くぞピッコちゃん。はい、じゃあね、カイナシティ行きましょう。ほい、カイナに到着。確かクスノキさんにデポの荷物を届けるんだったな。そうだった、すっかり忘れてた。デポンのね、あの人ね、クスノキさんって方がね、懐かしいな。はい、じゃあまたトレーナーを倒す旅に出ましょうか。うん、ここもね、数人ほどトレーナーがいますからね。キャモメか。まあここはマスオさんでもいけますね。お、超音波か。てかキャモメちゃんの方が素早いんだね。いや、ちょい、混乱するのやだよ。よし、オッケー。鳴き声はまあ、噛みつくなら聞かないですね。さあさあ頼むよ。んー、まあなあ、当然か。結構ね、自分攻撃しちゃうんですよね。混乱しちゃうとね。うん、あ、でもそうでもないか。よしよしよし、いいよ。さあ17レベル、あと5レベルでゴルバットに進化ですね。ゴルバットに進化すればね、ほんとね、一気に強力なポケモンになってくれるんで、頑張りたいですね、マスオさん。さあ、タラちゃんの二度蹴りを食らわせてあげましょう。タラちゃんです。ワンパクに二度蹴り食らわせるです。強いな。これですよ。このさざまですよ。強すぎ。あんた最高だぜ。はい、じゃあね、次のトレーナー倒すって言いたいところですけど、多分ね倍速してると思います。
ですね、残りのトレーナーは何人かな、この3人かな、3人倒したら、今回はここでそれで終わりにしようかなと思います。いやー結構今回トレーナーが多い多い、ほんとねトレーナーの数半端じゃないですね。いやーでもその分ね、ほんとなんて言えばいいかな、レベルアップしてくれますよね。もうマスオさんが17レベルですよ。あと 5レベル頑張ればいいだけの話ですからね。確かルリリはねノーマルタイプだったから、ゴーストのね、驚かすが効かないですね。さあまあでも甘えるはね、特殊じゃない、物理をね下げる技ですから、特殊の噛みつくには効かないと。よし、オッケー。マリルだとね、なんかタイプがね、水タイプになるんですよね。だからこういう時はサザエさんのスイートルがちょうどいいんですよ。まあ、サザエさんがスイートルってね、いかにもね、ちょっと矛盾した技なんですけど。さあさあさあ、まあポケモンですからしゃあない。しゃあないしゃあない。さあ丸くなるけど、特殊技が関係ないわけですね。うん。結構なんていうかな、関係ないっていうかな、矛盾してるっていうか、まあやっても意味ないよ的な技ばっかりやってくれるから、割と楽に倒せるんですよね、レベルの終わりには。うん、はい、じゃあ残り2人、さあ、多分これお姉さんかな、大人のお姉さんですね。あってなってる。大人のお姉さんは結構お金くれますからね。さあ土佐金とか多分角でつくとか超音波とかやってきますよね、このレベルぐらいだと。おし、いるんだ、いいね。いや噛みつくがね思いのほか強いんですよね、マスオさん。あの特攻が低いのに思いのほか強いですね。意外と強い、噛みつくでも十分やれますよ。さあね、多分熱バサで打つとか覚えたらもっと強力になってくれるんでしょうね。さあ残り1人、俺様だぜ。熱い勝負ですね、この家はね。なんかで知らないけど熱い勝負ってのをね求めてるらしいですね。キャモメ、キャモメの方が素早いんだったんですよね確か。あーでもレベルアップしてるから違うか、結構ダメージも与えてくれる、このダメージですよ。特攻が低いのにこのダメージ。よっしゃ、ワンリキ、ワンリキはタラちゃんの二度切りが効果的ですね。まあタラちゃんのね最終進化系がねバシャーモなわけなんですけど、36なんですよね、結構かかるんだな。まああのズバットの最終進化系であるクロバットはね懐いてくれれば OK なんで、実質一番早いのは多分マスオさんかなと思います、最終進化系なのは。ま、あのサザエさんはね水の石がないと無理なんですけど、水の石がねどこにあるんだっていう話なんで、毒浴びたか。さあついてあげましょう。よし、オッケー、オッケーオッケー。まあね町もすぐそばですし。君すごいね、熱い勝負だった、わし大満足だよ、これ熱い勝負見せてくれた君へのお礼だよ。ハンダース最高ソーダは6個もらいました。よっしゃ、まあ毒になってるけどね、やっぱ直しましょう、ポケモンは大事ですからね。うん、さあデッド、カイナシティ、まあ、次はここからやっていきたいと思います。ポケモンセンター赤団がいっぱいいるな。そういえばいつになったらマグマ団登場するのかな、そこがちょっと気になりますね。うん、収録は30分になってるけど、まあ倍速でだいぶ短くなるでしょう。はい、じゃあね今回はここで終わりにしたいと思います。それでは次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。